重石州弁天教科の船着き場船内から見る。伏見重石州は特定非営利活動法人の伏見観光協会が運行する遊覧船である。京都府京都市伏見区の堀川に架か,かる弁天橋の田元から発着する。重石州のほか比較的船体が大きい30国船も随時運行されている重石州30国船は江戸時代に 伏見からの酒や米などの搬出及び旅客を大阪と行き来させるため、宇治川波流と宇治川、淀川の間を航行する輸送船として始まり、明治時代末期まで存続した。1998年、京都市及び月景館など55法人の出資によるタウンマネージメント機関、株式会社伏見夢工房が、かつての港町、伏見をを忍ぶ、 屋形船仕様の遊覧船として運航を開始したことで再び堀川に航路が開設された。同法人が2012年6月をもって解散したことから運営が伏見観光協会に移管されている。以下は重積州に関するものである。なお、30国船は運航日が比較的少ないほか航路が相違する。詳細は外部リンク等を参照。 月経館、大倉記念館をはじめとする月経館の施設群、及び松本酒造酒蔵ともに、伏見の日本酒醸造関連遺産として、近代化産業遺産の認定を受けている。最寄り駅からの所要時間は便宜上、乗り場にほど近い月経館、大倉記念館までのものである。ありがとうございます。